すると発動するゲーム。僕たちは車、車、あ、シャルル、愛を歌ってうるさいね、外部のやつ、外部のやつ、うるさい。ということで、はい、僕たちは、はいはい、社員です、ということで、はい、社員です。まあ皆さん、はいはいはい、YouTuber ってね、はい、その遊んどる、お前がね、一番お前がね、一番で人としてちゃんとしてるんかっていうところをね、まあ、それ俺わしゃ気になったわけ。まあ、それはお互い問いただしたいけど、ね、それだけじゃないから、あなたに一番、あなたにも言いたい、あなたにも言う人、聞こえませんね老害すぎる、はい、ということで今回やりたい企画はですね、はい、抜き打ち話ちゃんと聞いてるかチェック。昨日ミーティングがありましたね。あー、やっぱよかったよかった。あー俺ね、よかったよかった、マジでよかった。もう、はいはい、分かってますよ。ミーティングありました、昨日ね、ミーティングあったんですよ。いうのはちょっと、じゃあ真面目な話していいかな。大丈夫ですよ。30分ほど、はい、ちょっとあの、昨今の編集課題についてね。やっぱふと疑問に思ったわけです、はい、私がよくね、あのみんなにミーティングでね、真面目にお話しすることがあると思う。ありますね、はい、ちゃんと聞いとんかんや。いや、聞いお前だ、はい、いや、聞きすぎたがゆえに昨日ね、俺らだけでミーティング俺らだけでミーティングも行われてるレベル。だけど昨日、あ、急遽ね、はい、私が偽ミーティングを行ったわけです。いや、はいはいはい、みんな気づいてないと思うけど。気づいてるよ。気づいてなかったと思うけど。いや、俺は気づいてるよ。今回は、はい、その私のね、はい、お話をどれだけちゃんと聞いてるのか、はい、それをクイズにしてきましたので、この後花輪は何と言ったでしょうっていうのを当てていただくというクイズでございます。なるほど。だからこの3人だよね。そういうことです。だからこの、はい、だからね、スンいなかったもんね、その時。はいはいはい、はい、まあ、特にね、やっぱキム君とかはね、やっぱ1年目なんでアマちゃんじゃないですか。いや、でもね、なんか気散ったらね、やっぱすぐ携帯とか見ちゃうから、まあちょっと依存症やからね、うん、ということで今からチェックしていこうと思います、はい、というわけで、めぐりのパズルの水フレックスタイム。この会社はちなみにアルティメットフレックスって呼ばれてるんで、夜中働いても何も言われない。逆に夜中まで何も言われるっていう。花輪の編集ミーティング第1問、てれんてれん。まずもう復習です。復習、編集で大事な点3つ。まず、はいはいはい、この後花尾が言った編集で大事なこととは関東でございます。なお、ちなみに全問正解の方が万が一いらっしゃったら、はい、1ヶ月その人は編集なしで。おお、なんだその俺、なんだそれ決めるの俺やないご褒美いくやつ、参加してまあ、すんくん画面外で別に書いてくれてもいい、別に。でも俺の予想以上やった、みんな雰囲気というか、うん、めっちゃ信じるやんと思ったから。いや、信じてはないよめっちゃ真面目にメモするやんと思ったから感動したよね、俺だから。はい、それでは、はい、じゃあまこくんの回答はどうぞ。こちらです。テンポ、わかりやすさ、世界観。ほー、俺と違う。はい、おー、前回どうぞ。テンポ、わかりやすさ、認証。ほー、キム、テンポ、わかりやすさ、認証。ほー、しましょうか。答えはこちら。はい、編集で大事な点3つは、まずテンポ、わかりやすさ、最後は、まあ、認証ですね。はい、認証。はい、はい、ということで第1問はテンポ、わかりやすさ、認証。よしよしよし、これはこの後に言ったい。この後、これはこの後に全部総長して言ったい。この後に言うのは世界観なんやけど、それはまた別のね話なんで。ちなみにこの後の映像ありますので、はいはいはい、見てください。はい、よし、この後のまこくんに注目です、はい、認証ですね。認証、ここ、何認証、何認証、ありませんか。ああ、なるほどねみたいな感じで、ね、こいつ昨日大企業棋士ってやったんや冗談だけど、俺その後言ったもん、あれ、あのさ、な、俺らだけで、はい、俺らだけでミーティングもしてんの、なんでお前らあんな共感してるって。俺最初俺が切り出したよ確かにっていうのが、これ果たしてドッキリなのかどうか。これドッキリだった場合、何そのドッキリって
ドッキリやったわ、いつネタバラシ入るっていう。そうネタバラシほんまに、うん、あ、はい、あの今日のやつ何今日のやつ何言って、お前がおかしないかっつってでもこいつがその後に言った誰目線で編集するか大事っていうのは過去にも言ってんの。ああ、そうなんや。だからそれは過去にも言ってるから、まあ、認証に関しては別にそんなに疑ってないの。なんで 俺の発言お前の方が知ってねん。なんか聞いてるから、ね、ちゃんと話聞いてるから、ね、だって認証ってどういうことになるやん。その話する割に そこもっと掘り下げたいから。そうだから何まで、だから何まで、テンポと分かりやすさだけでさ、すごいな記憶力。いや覚えてた、印象的やったもん昨日のミーティング、気違いすぎてじゃあ2問目いきます。はいはいはい、あとは、今使ってメインで使っているひらぎの覚悟 STDN、これを、次からね。はい、ということで、まあ散々皆さんもう論議論に議論を重ねて、でもこれ一番最初違う本当言ってた。これはね、できれば正式なものを書ければ、いやこれは1.5点。ちなみにあのこの答えに対して今日審が非常に紛糾してたってことで、まあ、今日ずーっと議論してたマジで、いまだに怒ってますいやあの本でやっぱ間違ってます。はい、僕もワンチャン本気で言ってるにかけて、もう一回教員採用試験勉強しなくちゃかなと思ってます。いやでもお前テロップでお前だけど質問すんなろ。だけどお前普段やってるあれ、そこじゃないけども、ワンチャンほんまかなと思っちゃう。いやそうなんですよ、ワンチャンほんまかな。あれを俺がやってるのと多分違うんよ。反論ってやっぱすごいから、あれほんまかなっていう可能性を20% ぐらい残しちゃうのよ。ありえへんのに。これ一斉オープンしますか。はいはい、これ合ってるか分からないか、はい、せーの、はい、おお、忘れた。すげえ。あの、すごい。えらい。バッチをカタカナにしてくるあたり。いや、そこは分かったんやけど、その後が何やったっけってなった。その後何やったっけってなった。え、あ、え、嘘ミーティングなんですか今さっき。え？え？ミスバッチは本当ですか？嘘やろ。だから今の企画、この企画が成り立ってる。だから偽ミ。え、だから、全部ちゃんと本当にインストールしたのに。やばい。俺さ、まるちゃん、ゆうゆうさんに、すまん、ちょっとフォント今から全部これに変えてって。フォントのスープがし、あぶねえ。お前マジで、お前の一言大事って分かってて。いや、これ認識した。認識して、お前のすごい怖い権利。すんにめちゃめちゃ影響を与えてたから。え、全部嘘ですか、じゃあ、今のやつ。うん。作ったのに、フォント。はい、じゃあ、答えいきますよ。はい。てらん。キムのやつ合ってんのかな。D。これを、次からね、ミツバッチフォントはい、ということで正解はミツバッチフォント、キム君大正解 1.5 ポイントでも、はい、俺、今ね、ホッとしてる自分もいるんですよね。よかったね、よかったよかったよかったね。だって、俺、ひらぎの覚悟でええやんって多分寝ながら言ってるもん、昨日寝ながらでも言ってる、別にいいやん、それで、ね、そんな別に、そこじゃないやん。違いない、はい、はい、では、はい、3問目、はいはいはい、でれん、説明テロップなんですけど、説明テロップは行間30 でカーニングの値は、はい、カーニングと縦横比それぞれ何という値に言ったか、小数点一桁までお答えください。はい、はい、解けましたか。全員一斉オープンいきますか。はい、はい、せーの、はい、カーニング 8.7 縦横比 3.2 一緒あ、103.2 か、うわー、キム惜しいね。これマコが昨日言ってたのは、うん、いや、どっちかって言って100切れよぐらいのテンションで教わったけどな、俺は。あ、100は超えるなって教わった。遅くはしてもいいけど、はい、はい、では、答えで、カーニングの値は 28.7 で、はいはいはい、縦横比 103.2% で、よし、はい、どうも正解は念願のことは正解でーす。よーし、いや素晴らしい。いやだってまず 28.7 についてやけど、うん、お前がこの前28歳になったから28って言ってるんじゃないかっていう議論すらしてそれで決めてるとしたらこれほんまにゴミ編集前の俺の誕生日から7ヶ月たってから100歳になったらカーニング100やってめちゃくちゃ開くっていうで、その後の会話が結構面白かったんでちょっと、はい、垂れ流しときます。はいはい、垂れ流してる。はいはい、まあ以上、結構大きい変更あったけど、え、これガチ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 ちょっとまだ受け入れられへんわ。ちょっと待って
ミツバチフォンってやばくね。はい、やばい。じゃあ、さ、ひらがなの数がさ、1って感じに見える。1番の1に見える。1番の1に見えないけど、これで果たして見やすいと言えるのか。これで果たして見やすいと言えるのか。ザコの数がさ、数じゃなくてさ、1番の1に見える。左右対称っすよ。左右対称。数がさ、左右対称で、これで果たしてさっきの見やすい編集っていうのが実現されているのか。俺は、開きの覚悟の方がいいと思うけど。ちょっと正直。これから会話って極力少なくするから、トークの内容とかって。え、会話少なくなるの？非言語で行きたいと思ってるから。あ、じゃあそんな、だからそもそも日本語というのにこだわってないっていう。じゃあ英語喋んの俺ら、いずれはね。えぇ、ー、じゃあもう、俺よりもお前がきついちゃった。